彼らはお前を待っている。彼らは要塞の近くにストームタワーを配置し、敵のトライブを解放する時だ。要塞への攻撃準備をするのはいいが、無用。あれはファイアスターターだ。干し草は簡単に火がつきそうだ。火が必要なら火花を起こせばいい。光より明るく燃えるな。うまく当たった。これは全ての終わりを意味するかもしれないし、全ての始まりを意味するかもしれない。あれがプライオシズラーだ。すぐに直して重々いう状態にするんだ。見事なパチパチ音だ。巨大ハンマーは門を突破するのにちょうど、ノックするだけで開くはずだ。巨大ハンマーだ。ジャグニトライブはあらゆる場所に勢力を広げていくことを望み、こんな流れになるとは予想していなかったそうだ。どうやら戦わないという選択肢はなさそうだな。脅しても無駄。
敵のシーフーは倒された。彼の、お前は彼らの運命を選ぶことができるが、彼は敵のシーフーの処遇についてはお前に見るからに助けが必要な相手に手を差し伸べること。かくして彼らは共にある。世界の秩序と安定が再び成り立つ。トライブが団結に一歩しかし、彼はまだ世界の運命を気にかけている。初めて世界の ジャグニの杖だ。